文化会館は東京都台東区上野公園の一角に所在する東京都立のホール。大ホール、小ホールのほかリハーサル室、会議室、レストラン、音楽資料室を要する。指定管理者制度により公益財団法人東京都歴史文化財団が管理と運営を行っている。東京都交響楽団が本拠地としているホールでもある。また、 ウィーン国立歌劇場などの海外長名歌劇場が来日した際は必ずと言っていいほど東京文化会館で講演を行っている。建築家、前川国夫の代表作の一つで1961年に日本建築学会賞作品賞及び第3回 PCS 賞を受賞した。2003年にどうこもも、ジャパン選定日本における モダンムーブメントの建築に選ばれている。東京都会と500年祭の記念事業として開館。すでに神奈川県立音楽堂などの開館はあったものの、東京の本格的なクラシック音楽のコンサートホールとしては初期のものといえる。日本国内では1982年のクラシック音楽専用のザシンホニーホールを皮切りに1986年のサントリーホール等、 最新の音響設計技術を用いたホールが開館されるにつれて、東京文化会館は古いホールのイメージが強くなっていったが、改装工事が行われ1999年に竣工したことによって、それは払拭された。スペースに余裕のないことが多い日本国内のホールの中で、バックステージの広さなどのゆとりの大きさは貴重であり、 海外の有名歌劇場が来日した際は、公演に使用されることが大変多い。2004年より2011年まで、元ソニー会長の大賀野良が館長を務めたが、大賀の成拠により、2011年9月1日付で、比枝久氏が館長に就任した。2012年7月1日より、音楽監督に指揮者の小林健一郎が就任。大賀の前任者で、 作曲家の三吉明が館長を務めた時代には、運営方針をめぐって、当時の都知事である石原慎太郎と対立したこともあった。クラシック音楽の伝道オペラの聖地として名高く、ポピュラー音楽がステージに上ることはなかったが、2006年2月22日から2月26日に、ショーホールで、オートモナオト企画、木崎徹プロデュースによる、ポピュラーウィークライブイン。 東京文化会館が行われた。これは東京文化会館45年の歴史上初めてのポップスの自主興行であった。尾崎亜美が弦楽詩重奏で数々のヒット曲を綴り、井上隆のは生ギター2本とバイオリンで愚か者等を歌った。フレッシュな魅力でエネルギーを発したのが再現時、さらに小曽根誠はピアノソロに挑戦し、最終日は 秋吉敏子とマンデー満ちる初の親子デュオ。最近では月の203号室が J-POP アーティストとして公演を行っている。2006年3月3日4日には大ホールで東京文化会館の45周年と加山雄三の芸能生活45周年を祝う柄コンサートが行われた。加山雄三伊豆大友直ナシンフォニック柄コンサートで 千住明をはじめとする5人の編曲家によって、かやまサウンドをオーケストラサウンドによみがえらせた。プロデューサーで構成、演出をしたのは、かやまの歓歴の祝いに、日本初のトリビュートアルバム、60キャンドルズをプロデュースした木崎徹。彼は、東京文化会館の音楽監督である大友直人の古くからの友人であったために、革命的なコンサートが実現した。 2017年12月6日7日には大ホールでテレビ東京系列の歌番組年忘れ日本の歌の公開収録が行われた東京文化会館の公式の英字表記は東京文化会館であるが上の駅並びに本館周辺の案内表示では東京メトロポリタンフェスティバルホールまたは東京フェスティバルホールなどと表記されている場合がある2014年 建物の改築、改修工事を実施し、リニューアルオープン。東京都台東区上野公園後の45。ありがとうございます。